アスカさん、どう？引っ越してきて1週間経つけど、ちょっとは慣れた？あ、ひろみさん、まあちょっとは慣れましたかね。まだスーパーの方向を迷ったりしますけど。最初はそうよね。うんうん、わかるわかる。でも子供も友達ができたみたいで、楽しそうにやっているので一安心です。あら、もうお友達ができたのね。順調ね。じゃあ慣れてきたついでに、この私率いるママ友軍団についても慣れてもらおうかしら。ママ友軍団？ギョギョしすぎませんか？だって私が率いているんだから、それくらい言わないと。軍団を率いるって、もしやひろみさんは団長？それこそギョギョしいわよ。そうね、強いて言うならボスママかしら。どや？どやって、っていうかボスママなんて本当にあるんですね。私そういうカースト制って言うんですか、初めてなんですよ。あら、じゃあ私がちゃんと教育してあげなければね。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします、団長。いや、だから団長じゃないわよ、ボスママ。あ、そうでしたそうでした、テヘペロ。絶妙に古いわね。あれ、そうなんですか？私の中では最先端です。あ、そう。じゃあそんなボスママさんに質問があります。まあ勉強熱心だこと、いい心がけね。それで何かしら？ボスママってどういうものなんですか？どういう風に決まるものなんです？いい質問ね。いいわ、私直々に答えてあげましょう。ズバリお金と権力よ。わあ、シンプルって、もうちょっと詳しく教えてくださいよ。うむ、まあそのままなのだけど、ボスママっていうのはね、どれだけお金持ちかで決まるのよ。それによって得たボスママの地位で権力が手に入るわけ。わかる？ふむふむ。ってことは世帯収入とか旦那の収入で決まるんですね。その通りよ。うちの旦那は一流企業に勤めているから、お給料も超一流となると、この辺の貧乏くさいママ友たちを差し置いて、必然的にこの私がボスママになるってわけ。へえ、どこぞの上流階級のようですね。でしょでしょ。なるほど、なんとなくわかりました。つまりボスママをはじめとしたカースト制度は、中世的で近代化できていない前時代的なシステムということですね。どうしてそうなったのよ、バカにしてるの？いいえ、そんな思ったことを言ったまでです。なんか違いました？全部間違ってるわよ。実は私、他のママ友さんたちからお聞きしたんですよ、ひろみさんについて。は？何？なんて聞いたの？ひろみさんには気をつけて、目をつけられないようにした方がいい、あまり関わらないように、適当に流しておだてていればいい、言うこと言わないとすぐに秘するから面倒な人とかですね。ちょっと何よ、きっと最初の3つは私がボスママだから態度に気をつけるようにということなんでしょうけど。なんか違う気がする。遮らないでよ。最後の2人は誰よ。ただじゃ置かないわ、このボスママの私に教えなさい。ただじゃ置かないんでしょ。忠告してくれた人は好意で言ってくれたと思うので嫌です。ボスママの言うことが聞けないの？権力ってそういうことですか？独裁政治的な？そしたら私嫌だな。何が嫌なのよ。貧乏人はお金持ちのボスママに従うべきでしょ。私はそうは思わないですね。そういうカーストって面倒じゃないですか。なんか皆さんの話を聞いた上でひろみさんとお話しすると、ボスママも自称って感じするし、みんな対等でいいじゃないですか。そんなわけにはいかないわ。っていうか自称って何を失礼ね。ムキー。おお、これがヒスってるってやつですか。忠告は本当だったんですね。あんた覚えてなさいよ。フィクションでよくある悪役のセリフだ。まさか現実でもこんなこと言う人がいるなんてびっくりです。ひろみさんは面白いですね。あ、今から買い物なんで、じゃあまた。私の名前はアスカ。空気を読むのが苦手で、ちょっと天然と言われる一児の母です。みんなが思っていても直接言えないことを言ってしまうので、ひろみさんのような相手を怒らせてしまうこともしばしば。気をつけなきゃですね。それはそうと、私はこの地域に引っ越してきたばかりなのですが、ひろみさん以外は皆さん普通にお優しいので、毎日快適に過ごせています。こんな私でも実はお友達が多かったので、転居先のここでもいろんな方と仲良くなれると嬉しいです。そういえばひろみさんの話を他の方にしたところ、
あの人はボスママじゃないわ、自称だよ、とおっしゃっていたので、私の読みは当たっていましたね。ボスっていうのはリーダーの素質を持っていて、尊敬できる人がなるものだと思っていたので、そのどちらもないヒロミさんは、ボスママにふさわしくないって思ったんですよね。それでも皆さんが何も言わずに言わせっぱなしにしているのは、反論したり注意したりするとすごく怒ってさらに面倒な上、一切こちらの意見を聞かないからなんだそう。注意されるうちが花って言いますもんね。もうひろみさんは周りから呆れられてしまっているんでしょう。ママ友の集まりもどこからか聞きつけてくるし、誘っていないとやっぱり怒っちゃうらしいので仕方なく誘ってるんだとか。もしかして私、ちょっと面倒くさい地域に引っ越してきてしまったのでしょうか。今になってそう思えてきました。アスカさん、今いいかしら。あ、ひろみさん、先日のお茶会ぶりですね。そういえば聞きたいことがあったんですけど、最近私のこと無視してたりしません？あら、気づいたよね。そうよ、そうなのよ。あなたが生意気だからちょっと分からせてやろうと思ってね。え、何を分からせるんですか？はあ？何も分かってないの？まあいいわ。今日は共有事項があって連絡したのよ。ほほう、何ですか？本当は嫌なんだけど仕方ないから連絡してあげてるの。感謝しなさいよね。あなたの歓迎会を兼ねた今日のママ友旅行の話し合いだけど、時間変更があったわ。え、そうなんですか？ええ、午前中用事があって遅れそうなママ友がいてね、ずらすことになったのよ。そうだったんですね。というわけで予定の12時半から15時に変更だから間違えずに来るのよ。わかりました。連絡ありがとうございます。ちょっとアスカさん、なんで来なかったの？え、何のことですか？旅行の話し合いよ。12時半だったでしょ。もう終わって解散しちゃったわよ。え、だってさっきひろみさんが時間変更って言ったじゃないですか。そんなこと言った覚え全然ないわね。そんな、記憶障害でも起こしてるんですか？スクロールすればご自分の言ったことが見れるはずなのに、それもわからないなんて。ひろみさん、病院に行きましょう。頭がおかしいようです。失礼ね。頭がおかしいのはあんたよ。なんでそうなんのよ。嫌がらせに気づきなさいよ。あ、嫌がらせなんですか？いや、本気で心配しちゃったじゃないですか。脅しも冗談だと取られるし、嫌がらせも聞かないし、あんたイラつくのよ。ああ、それは申し訳ないです。なんであんたが謝るのよ。ほんと腹立つわね。何度だって言ってやるけど、私ボスママよ。少しくらい言うこと聞きなさいよ。ふむ、何言ってもダメって言われた時の子供みたいですね。お茶目で可愛いです。もういいわ、めんどくさい人ね。ひろみさん、起きてますか？ひろみさん、遊びましょう。じゃなくて、もう集合時間ですよ。皆さん集まってますけど、ひろみさん今どこですか？おーい。本当にもううるさいわね。起きてるわよ。今電話してたところなのよ。あ、起きてたんですね。よかったよかった。それでお電話終わったんですよね。いつこちらに来られます？面倒だから現地集合でいいわよ。え、現地集合？あと今日の旅行宿もキャンセルして新しいところ予約したから、さっきの電話はキャンセル連絡よ。な、何やってるんですか？新しい宿って。え、ひろみさんの度重なる伝達ミスで私一回も旅行の話し合いに参加できませんでしたけど、それでも皆さんで話し合って決められた行き先なんでしょ？そんな自分勝手な。伝達ミスじゃなくてわざとよ、わざと。いい？私はボスママよ。ボスママに全ての決定権が委ねられるの。横暴すぎませんか？それがボスママよ。いいから指定の宿に19時までに来なさい。新しい予定表送ってやるから確認なさい。とりあえず皆さんに共有しますから。ふん、せいぜい困ればいいんだわ。とりあえず予定通り出発しようと提案したので、今から出発しますね。あら、珍しく言うこと聞くじゃない。そうよ、それでいいのよ。この旅行で自分の立場をちゃんと理解できるといいわね。はあ、まあいいや。それではまた。ちょっと、なんで来ないのよ。19時に宿集合って言ったでしょ。あれ、ひろみさん、
私たち予定通り宿にチェックインしてますよ。え？もう来てたの？私もチェックインしたけど誰もいないわよ。あれ？おかしいな。だって私ちゃんとキャンセル取り消しの連絡をして当初の予定通り宿に来てますよ。当初の予定？当初の予定です。はあ？ふざけないでよ。新しい予定表通りに動きなさいよ。え？でも言いましたよね、予定通りに出発って。新しい予定の方だと思うじゃない。あれ？それはすみません、ひろみさんと同じで伝達ミスです。それは確信犯でしょう。でも一言も新しい宿に行くって言ってないですよね。仕方ないですね、宿の方にはご迷惑だと思いますが。そうよ、そっちの宿はキャンセル代払ってこっちに来なさい。ひろみさんは一人でそっちの宿楽しんでください。はあ？私たちの分の予約もしちゃったんですよね。私たちもうこっちに泊まっちゃうので、そっちの宿はひろみさん以外キャンセルでお願いします。ふざけないでよ、当日キャンセルはキャンセル料 100% なのよ。知ってますよ。でもお金持ちなんですよね。私たちそっちに行くって言った覚えはないし、そこはほらボスママとしてサクッと払っちゃってくださいよ。確かに私はお金持ちだけど、私除いてあと9人のママ友達の分払うほど持ってきてないわよ。じゃあクレジットカードは？置いてきたわ。あれ？なんか挙動不審じゃないです？見えませんけどそんな気がします。うるさいわね、9人分のキャンセル料なんて払えないわよ。それは困りましたね。今からそちらに行くのも手間ですし、だいたい泊まりもしないところの代金払うのも。あ、いい案がありますよ。何よ、教えなさい。一流企業でお給料が超一流の旦那さんを呼びましょう。愛する妻のピンチ、ぜひ助けてもらいましょう。やめて、それだけはダメ。まあ多少はね、勝手なことしちゃったし、私たちもちょっと迷惑こうむったので怒られちゃうかもしれないんですけど、そこはぐっとこらえてさあ連絡取りましょう。違うのよ、そうじゃなくて、うちの旦那がひろみさんの旦那さんと連絡先交換してたみたいなので連絡取ってもらいました。え？嘘？やめて。旦那にこちらの連絡先を取り繋いでもらって、ひろみさんの旦那さんと連絡を取って知ったのですが、ひろみさんの旦那さんは一流企業勤めなんかではなく普通の企業にお勤めだったとか。そのためお金持ちというのも嘘で、ひろみさんが身を固めていたブランド物たちは実は家の貯金を食いつぶして購入していたことまで判明。嘘はよくありませんね。しかも普段は旦那さんにバレないようにクローゼットに隠していたそうで、旦那さんが仕事でいない時のママ友会でだけブランド物使用していたらしいです。旦那さん曰く、ひろみさんは見えっ張りな上に極度のブランド物好き、ママ友や旅行にもお小遣いの範囲内でと言われていたのにもかかわらずこのありさまだったので、旦那さんもそれはそれは怒っていらっしゃいました。電話口で怒られたらしく、一応は助けてもらえることになったそうなのですが。アスカさん、今からでも遅くないわ。旦那に何とか言ってごまかして。じゃないと私の命より大事なブランド物ちゃんたちが売られてしまうの。いやいや、まさかひろみさんがエセ金持ちだったとは驚きましたが、もう貯金用の通帳もクローゼットも確認された上に、ママ友たちから今までの迷惑行為とか威張り散らしっぷりとか全部聞かれて答えちゃったんだから、ごまかしようがないですよ。そこをなんとか。私はボスママなのよ。あれ？でももうボスママでもないですよね。皆さんひろみさんのことはボスママだと思ってなかったみたいですけど。ひろみさんの理論ではお金持ちがボスママになれるんですもんね。ならお金持ちじゃなかったひろみさんはボスママを自称することさえできませんよね。くぅ、なんでこんなことに。自業自得だと思います。仕方ないですよ。だってこのままじゃブランド物が。じゃあキャンセル代も旦那さんがなんとか払ってくださるみたいだし、私はこれで。じゃあまた。一応旅行楽しんでくださいね。結局ひろみさんは帰宅後全てのブランド物を売り払われ、その上で本来貯金されているはずだった額に足りないので働いて返せと言われたようです。もちろん旦那さんが払ってくださったキャンセル代もですね。
一応お子さんが小さいので今回は離婚はしないとのことになったようですが、次嘘ばっかり吐いて私たちに迷惑をかけたり勝手なことをしたら今度こそ離婚だと言われ、前もって離婚届にサインをさせられたんだそうですよ。大変ですね。でもそのおかげでひろみさんはおとなしくなりました。けどその後すぐ、私たちがあることないことを旦那さんに言うかもしれないと被害妄想で怯えるようになり、ひろみさんはご自宅にこもってしまうように。ちょっとかわいそうな気もしますが、そうして私たちはボスママ気取りのエセお金持ちに振り回されることなく平和に毎日を送れるようになりました。めでたしめでたしですね。あきおさんこんにちは。あら、やみこさんこんにちは。今ね、ちょうど連絡しようと思っていたの。そんな時に連絡が来たからびっくりしてしまったわ。まあそうだったのね。やっぱり私たちって運命なんだわ。運命のお友達？素敵な響きだわ。学生時代を思い出してしまうわね。ということで、運命のお友達で親友マブダチソウルメイトの私にお金を貸してちょうだい。ひひ。あら、どうしたの？バイトをクビになったのよ。そういえば、たい焼き屋さんでバイトしていたのよね。私、たい焼きって初めて見たわ。お魚のたいを焼くんじゃないのね。でもあんこやカスタードクリームが入っていて甘くて大好きよ。私ね、いろいろあってしばらく寺で生活していたんだけど、お菓子とかそういうの出なかったの。だから久しぶりにシャバに出たら甘いものが食べたくなって、そのままバイト始めたのよね。クビになったけど。だからお金貸してちょうだい。てかちょうだい、今すぐプリーズ。それはごめんなさい、できないわ。あんた、呪われたいの？だって私、ヤミコさんのことが大好きなんだもの。は？時宮からきつく言われているのよ。お友達にお金を出してはいけないって。本当にお友達のことを思うならやめなさいって。私、ヤミコさんのことを本当に思っているから。眩しい。眩しくて、成仏しちゃう。お仕事のことで困っているなら相談して。きっと時宮がいい職場を紹介してくれるわ。それにほら、今度みんなで行く旅行もあるでしょ？招待旅行だから旅費はかからないけど、きっとお小遣いも必要になるわよね。あ、そういえば旅行があるっけ。仲良しのみんなで旅行に行く。わ、私こういうの初めてでとても緊張しているの。でもヤミコさんがいてくれたらきっと大丈夫よね。だってヤミコさんは優しいもの。え、は？大丈夫？私今回も左側だよね。それはよくわからないけど、ヤミコさんとお友達になれて嬉しいの。ほら、私引っ越してきたばかりでなかなかママ友もできなくて、そんな時にヤミコさんが声をかけてきてくれてとっても嬉しかったのよ。でも私一応ママだけど、子供の親権は元夫が持ってるのよ。ママ友ってわけじゃないけど。そんなの些細なことよ。私とヤミコさんはお友達。そんな素敵な事実があればそれでいいのよ。ね、ヤミコさん、食料品を扱うお店でのバイトとかどうかしら。はあ。私のお友達がね、ちょっと変わった調味料とかを揃えているスーパーを経営しているの。この間もね、珍しいお塩がたくさん入荷されていたのよ。塩はダメよ。こんにちは。私の名前はアキホ。のんびり子育てを楽しんでいるママです。ヤミコさんにはあの後いろいろバイトを勧めたのだけれど、働きたくないんですって。そしてお金ちょうだい、貸して、よこせ、くれくれといろいろな連絡が来ます。ヤミコさんって語彙が豊富なのね。私の知らない言葉をたくさん知っていてすごいわ。まあ私が断っているので最近は少しご機嫌斜めみたいだけど、でもきっと分かってくれるわ。だって私たちは最高のお友達なんですもの。旅行当日が楽しみだわ。あれ、みんなどうして待ち合わせ場所にいないのかしら。ヤミコさん、ヤミコさん、今どこかしら。もう時間なのに誰も来ないから。グループ LINE にも投稿したんだけど。
ああ、集合時間は3時間前に変わったのよ。まあそうだったの？私幹事なのに知らなかったわ。あなたはもう遅刻だから旅行には行けません。お金持ちのくせにケチるからだよ。今すぐ行くから大丈夫。え？そもそも私がチケット持っているのにどうやって行くの？それはタワマンさんに車出してもらうことにしたから。わかったわ。それじゃあ現地集合しましょうね。いやいや、もう遅刻だから間に合わないから。大丈夫大丈夫。はあ？なんであんた先に到着してるのよ。時宮がプライベートジェットを手配してくれたのよ。プライベートジェット。お金持ちだと思ってたけど。いや、そんなレベルのお金持ちがなんで近くにいるのよ。てか時宮さんは何者なの？時宮は私の家族みたいなものよ。子供の頃から家族のお世話をしてくれているの。お父様の秘書をサポートしたり、毎日あちこちを動き回っているわ。それって執事ってやつじゃ。そうそう、執事って言われているわね。でも私はしっくり来ないの。だって時宮は大切な家族なんだもの。スケールが違いすぎる。私はもうお部屋にいるから、ヤミコさんたちも早く受付済ませていらしてね。あ、そうそう、なんか時宮がヤミコさんにお話ししたいって言ってたの。ひぃ、絶対に怒られる、絶対に怒られる。あら、ヤミコさん、時宮に何かしたの？ダメよ、あの人怖いんだから。お父様も若い頃は叱られていたみたいよ。これってあれでしょ、漫画とかによく出てくる有能すぎる執事でしょ。なんか美味しいお塩を紹介したいって言ってたから、きっと大丈夫よ。いや、それ一番ダメなやつ。ヤミコさんたらおっちょこちょいなんだから。同じ旅行のメンバータワマンさんとアテクシさんには謝られてしまったわ。何でも私が体調を崩して旅行はキャンセルになったと聞いていたみたいなの。もうヤミコさんたらどうして勘違いしちゃったのかしらね。でも旅行とっても楽しかったわ。それにね、ヤミコさんのおかげでとあるお話もまとまったの。本当にヤミコさんには感謝しなくちゃ。時宮がある意見を出してくれたし、頑張っちゃうわよ。助けて、成仏しちゃう。ヤミコさん、こんにちは。お仕事頑張ってくれているみたいで本当にありがとう。まさかヤミコさんが私の実家でメイドとして働き出すなんて。ヤミコさんとの距離が近づいた感じがして、私とっても嬉しいわ。お願いよ、助けて。この家、謎の超高い塀があって外に出られないのよ。それにメイド長はものすごく怖いし、やたらと塩をまいてるし。ああ、私のお父様って風水とかなんかそういうのが好きな人なのよね。だから玄関は薄めの塩水を使って拭き上げたりしているのよ。玄関には大きな水晶も置いてあるし、清らかな空間なのよね。やっぱり通りで玄関に行くとガタガタ体が震えてくると思ったわ。お願い、明穂さん、私ここを出たいの。お願いよ。そうね。いいえ、やっぱりここにいます。親友明穂さんの実家だもの。これからもお仕事頑張ります。ほら、ほんと？嬉しい。いや違う。ごめんなさいね、私これから会食があるの。来月には一度実家に遊びに行くから、その時はゆっくりお話ししましょうね。それではごきげんよう。助けて。どうして。お嬢様を騙した罪は重い。しっかり働きなさい。だってお金持ちなのにお金貸してくれないんだもん。お嬢様はお優しいから、そこにつけ込んでくる人間がいるんですよ。だから常日頃からお嬢様には絶対にお金を出さないようにとお話ししているのでね。何よ、ケチケチケチ。でもこんな花よりハッピーシュラせんべいの世界みたいなお金持ちだなんて知らなかったんですよ。どう考えてもこの家やばいでしょ。日本の裏で政治経済動かしてそうなレベルでしょ。はあ、
いい。あなたは改心するんですよ。改心？お嬢様はなぜかあなたのことをとても気に入っておられる。ですが、こんなたかり屋みたいなことをするあなたはお嬢様にはふさわしくない。ふさわしくなくていいです。もう関わりたくないです。だからお嬢様にふさわしい人間になってもらいますよ。いや、そこはもっと適した人間探してきてくださいよ。富裕層の人間関係というのも難しいものなのですよ。お嬢様を利用してビジネスに結びつけようとする狡猾な人間もいる。それに比べたらあなたなんて可愛いものですよ。まあそれなりに教育は施しますけどね。教育って？あなたのことは全て調べさせていただきました。プロのたかり屋と呼ばれているご親族一同、自称パチプロの両親、そういったところからあなたを引き離して一流のメイドとして教育します。ゴフ？何ですか？ゴフが欲しいのですか？取り寄せましょうか？ひぃ、やめてください。まずは雑用からしっかり学ぶのです。給料も出るし、住み込みで美味しい食事も出るのですから、あなたにとっても悪い話ではないでしょう。それは確かにそうだけど。週に一度身を清めるため塩を入れた日本酒風呂にも入れますよ。それは成仏しちゃう。あれからヤミコさんとは連絡が取れないのだけれど、時宮が言うにはメイドになるために頑張りたいからと言ってくれているみたいです。ヤミコさんって努力家なのね。確か銀玉遊戯場にも朝一番から並んでいたから、やっぱり努力する人って素敵ね。それに私にもいいことがあったんです。旅行先で知らない外国人の方から、素敵なプライベートジェットだねと声をかけられたのですが、この方がアメリカで大きな会社を経営している方で、父の会社と取引が決まったの。ヤミコさんのおかげで億単位の利益が出そうだわ。それにね、今回は父の知り合いからの招待旅行だったのだけど、そこでも新しいビジネスのお話が出たんです。もうヤミコさんって本当に素敵な人。幸運の女神様みたいな人ですよね。これからも親友でいてほしいわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。